ヤッホー、レナです。イエーイ。ということで今日はじゃん浴衣で、野毛で飲み歩きをします。はい、JR 桜木町駅のところですね。このエスカレーターで地下街に降りていきます。はい、地下街入りました。さっきまで雨降ってたんですけど、傘を忘れるっていう意味わかんないことになってますので、このまま降らないことを祈るばかりっていう感じなんですけれども、一応ね、この地下街のこっち側にもピオシティ、それね、このこっちにもあるんですよ、飲み屋街が。でこっちはあるの何軒か知ってて、めちゃくちゃうまい中華とかがあるんですね。それちょっとそこも紹介したいんですけど、ちょっと雨が降ってないうちに野毛の町の方に行きたいと思います。今日はね、ささゆっていう箱根旅行するよーんっていう動画があったと思うんですけど、その動画で出てくれたささゆと飲み歩きです。じゃあなんかですね、レナの心配ポイントはただでさえお酒が弱いです。私、はい、いつも配信で缶チューハン1本でゆでだこ状態、浴衣だからね、下手したら気持ち悪くなりますから。かわいい、いいね髪色めっちゃいいじゃん。え、そう、染めたてなの。染めてたね。え、いいじゃない。え、今日もちょい写り OK？ ちょい写り OK、 もうもろ写りだ合流しました。あ、レナさん、ウコン買いたい。あ、OK 多分すごい浴衣うざくなって脱ぎ捨てたくなるっていう予想はもうついてるよね。そうね下調べ不十分だよね。そうかもね、やっぱり。1店舗目は大黒屋にしました。食べログの評価も高くて野毛の名店といえる老舗のお店です。今回は入ってすぐのカウンターのお席だったんだけど、2階3階までお席もあるみたいで、お店自体もめっちゃにぎわってて愛されているお店という感じ。下町の雰囲気もとってもグッドグッドでした。1本目は赤星にしました。このね、瓶でちっちゃいグラスで5杯分くらいあって、なんだかレナちゃんのスタートにはとってもいい感じでした。最高、雰囲気もめっちゃいい感じです。久々のビール最高でした。キュウリの1本漬け300円、とっても安い。クジラベーコン800円、これが本日のおすすめみたいな感じで書いてあったんですけど、うまかった。なんかちょっと魚の感じがするウインナーみたいな感じ。お通しはメンマのなんかさっぱりしそのなんか美味しいやつでした。なんか言うな。あ、おっとっとお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 っと、あ、下手下手だった。レナちゃんのせいか。さっきささゆうまかったね。うまかったね。こちらがこのお店の目玉商品、天ぷらです。1人3個まで安く好きなものを選べます。じゃーん、エビ、エビしかカパンやかもしい本当にいらないのね。エビって。うん。美味しい。一口食べる。大丈夫。食うことないから。気分がいいですわ。ベイスターズも勝って。まだでも9回裏まで何が起こるかわからないのが野球だから。でも今4点差くらいついてるから。かなり。でもさ、満塁ホームランだったら3点追いついちゃうよ。4点入るよ。4点入るよ。満塁と打者の、そう、えぐいね。一気に4点入ることもあるの。やばいよね。意外と満塁はチャンスでもあり、相手的にもアウトが取りやすい。もう野球チャンネルうまい。アスパラやっぱ天ぷらがめっちゃサクサク、なんかさ、衣が軽くない？サクラじゃない？なんかくどくない。あ、もうない？ないわ。なんかやっぱヘパリーゼの力を感じる。あ、本当に。
はい、2店舗目は焼き鳥を探し求めて野毛を練り歩いてたら見つけたこのお店、くしべえさん。もうここも今調べたら食べログもめっちゃ評価高いし、本当に最高の店だったの。はい、2軒目くしべえ来ました。なんか3階まであって広々で、カメラマン合流してくれたので、もう私は何にも気にせずガン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 っていう感じです。浜のハイボール、ベスターズロゴ使っちゃって、これちょっとやってみようかな。すげえ、あ、めっちゃ青いの来た。これベスターズの勝利を願って乾杯とでも言いましょうか。乾杯とでも言いましょうか。今はね、今牧選手のツーベースヒットから山本雄大選手がまたタイムリーヒット、レフトへ。あ、ランナー三塁に進んでたんだ。牧が一個進んで今勝ち越しました。7対7から8対7狙って今勝ちそうです。はい、乾杯。乾杯いただきます。甘い。多分ハイボールにブルーキュラソーが入ってる。うん、ブルーキュラソー。初ハイボールがブルーです。横浜ブルー最高。はい、お通しがセイロ蒸しが来ました。セイロ蒸しキャベツ、昆布付き、昆布のいい匂いがします。さっぱり梅ソース。こちらバジルチーズソース。初めてセイロ蒸しキャベツ、じゃあ梅でいただきます。うん、おいしい。梅がうめえね。最高です。出しちゃった、思わず。で、これがアジの薬味たたきだよ。入り口に写真があったよって言ってます、スターマンも。楽しくなってきちゃった。いいこといいこと。焼きナス醤油ソース。え、これが、え、焼きナス醤油ソース、どういうこと。だってナスソースパニックだよ。めっちゃ美味しい。ナスは分かんない。でもあの日本一美味しいわ。このマジでマジでマジで、ね、なんか生姜大丈夫ですか。大丈夫です。ちゃんとね、ガツンってきました。正月食べましたから。え、これナスじゃない。え、おナスかも。下にいた売れ売れのナスが、あ、それだけでナスだ。濃いでしょ味、それだけだ、うん、あ、口でマリアージュしてる。そうね。うん、え、ナス食べたいよ。下に焼きナスの醤油ベースの味が濃いソースがしっかりと敷き詰められておりまして、その上にカツオのたたきといったところでしょうか。え、面白いね。焼きナス醤油ソースってそういうことだ。うん、こちらが銀杏椎茸とししとうでな、これ椎茸いただきます。うん、うまい。これ半分に切るから2人にも食べてほしい。そんなに、そんなにうまい。醤油、醤油塩、結構醤油なんだけど、食べた瞬間にめっちゃ熱くてジュワーって出てきて、ジュワッ、塩塩塩塩が結構くる、強い味が。でも椎茸の旨味が後からフィニッシュ。食べてほしい。うまくない。え、うまっ。うまいよね。え、うまいな。でしょ、これ本当におすすめです。え、銀杏もいいんですよね。あ、全然いいよ。初銀杏。グミ、グミみたい。ハイチュウ、食感だよ。食感にフォーカスして、ニュンってしてびっちり、うん、
そう、ねっちりしてて美味しい。めっちゃ来た、串し。つくね、ねぎま、もも、皮。多分これが豚バラで、これがレバーかな。6本盛り頼みますか。いただきます。美味しい。え、塩塩おう、美味しい。いきます。ももだと思う。食べてもなお、え、わかんない。ちょっと食べてみて。どれ？多分これかな。違う？ももじゃない？さすがにね。わかんないけど。正直わかんないなりにももだよね。多分塩にしてくれたんですけど、めっちゃ美味しくない？正解だわ。正解。結構味濃いよね。お酒が進むんだろうなと言った感じです。なんか赤いやつが生姜っぽい感じ。豚バラいただきます。うますぎてるわこれ。うまいね。あ、生姜だね。だよね、生姜味噌みたいな。この赤いやつって何だろう。紅生姜味噌。グッドグッド、大正解。紅生姜味噌めっちゃ美味しい。豚バラにちょんちょんとつけて食べたらびっくり仰天の美味しさでした。びっくり仰天の美味しさ。ベイスターズ今ね負けてる。9対8になってる。これやばー。めっちゃ打たれてる。この9回表だけで4安打で2点点入ってる。9回表だからここで0点で抑えてれば勝ちだったの。9回の表の時点で点が入らなければ9回表で終わるの。レナが打たれてこんなの飲んでたからかな。 2点で止めました。またごめんね。でこのね、このリボンね、あの I love 横浜って書いてあるの。ポスターで書いたの。かっこいい。鼻から入ってるとかじゃなくて、気持ちが溢れたってこと。びっくりしたよね。うん、びっくりしたわ。あんま見ないで。違う。違うの。これは今日の動画のために、うん、野球を語ろうっていう動画を撮るときに、あのチャッピーとお揃いのリボンをしたくて動画用につけたの。これ。なるほどね。でもバレてなかったでしょ、うん、この文字は。だから大正解。おたばれ会議です。けなげだね。これが愛よ。これ撮ります。わー、おーっとっと。そういうもんか。ありがとうございます。ありがとうございます。溢れちゃってるけど、ね、飲み方いつもわからない。これこれでしょ、ジューって。これ何、どんどんやつにしたの。大吟醸って書いてなかった？あー、あー、ミオだ。もう結構ミオかも。え、わかんない。全部ミオこれ。違うよ。ミオって言うなら結構飲みやすい。飲みやすい。そう。タンデー、タンデー。ことに合うね。ございます。フィルム撮るわね。なんか。これってさ、やるのかな。え、どうなんだろう。これ杯じゃない？え、乾杯しない。杯じゃないって何？これが杯だから。あ、これをこのまま行っていいんじゃない？もしあったら杯なんじゃない？もう一個あったら。なるほどね。もしルフィじゃで、サボだったら。サボだったらここで。何今サボだったんだろう。エースだね。エースとサボ。そう、3人 3人で。なんか、実はこんなに声あったらね。先生がルフィで、で、なんかエースで、サボだった場合。だこれをかわす。これをかわすってことは、じゃあこのまま飲んだっていい。そうだね。そういうことだ。わかりやすいわ。え、いいね。え、リナも飲もうかな。なんか飲めそうな気がしてきた。悪酔いしちゃうから。じゃあ、マネージャー NG という。あ、そんなバカ使わないけど、いろんなお酒が楽しめて、おかげさまで。おかげさまで。以前さ、あの箱根、はいはいはい、箱根旅行で以前行ったね。動画にも、はいはいはい、
この動画ね、この動画。箱根旅行の時にさ、なんか、え、私しかお酒飲んでないけどみたいな場面がちょいちょいあってさ、確かに、そんなずっと飲んでたっけ。なんか多分毎食で飲んでた。多分ね、その時も夜なんかあの箱根ビールみたいなのを2口からもらうだけでいっぱいも飲んでない。ああ、なんかレナちゃんは私のイメージ的にもそんなお酒強いイメージないから、あんま飲め飲めもやんないじゃん。そうそう、優しい世界よ本当に。たまにさ、前もやったじゃん、のげで4人でさ、この動画かな多分。ああMPM 高い。はいはいはい。あ、なんかたまにやっぱ飲み会はしたくない？うん、したいしたい。なんかやっぱり楽しいよね。場の楽しさはわかんのよ。うん。しかもやっぱ今日ヘパレーゼ飲んだの俺な。めっちゃいいかも。なんかまだいける、まだいける。確かに。なんかさ、なんかさ、レナもっとヤバくなるんだよ。だってこの前缶チューハイ1本配信で飲んだ時、最後ゆう出ちゃって。準備もね、大事ですね。ごちそうさまでーす。ありがとうございました。美味しかったです。はい、2軒目終了。じゃーん。あ、じゃあくしべどどん、おかを入れる。はい、いい感じに酔ってます。ベイスターズは負けました。いたね、あのユニフォームの人。うん、いたいた。え、あの女性の方。うん、あの4人でいた。うん、あれやっぱそうなんだ。そうです、そうです。あの今年のレディースデーの服着てた、カラフルの。あれいい、あれもらえんだよ。もらえるの。そう、買うんじゃなくて行けばもらえるの。じゃあまあ3軒目を探すよ。どうしましょうか。お腹はもう空いてないの。そうだね、ちょっとのんびりとしための。そうね、酒がうまいって。じゃあ3軒目はちょっとサクッと目で、あの私以前行ったことあるムーンウォークに。あのね、高田の馬場とか池袋とかにもあっていいですよ。はい、着きました。3階バー、うん、チャージ料550円。ムーンウォーク着きました。こっち側は撮影もいいって言ってくれて優しい。こちらです。バーってさ、ちょっと敷居が高いっていうか入りづらかったりすると思うんだけど、ここはね安心できますよ。飲み物もね、これで頼んでこれが鳴ったらカウンターに取りに行くっていう感じなんで、なんかちょっとバルバルっていうかハブみたいな感じのスタイル。撮影 OK いただいちゃって、すごいね。めっちゃいろんなこう おしゃけ バーって感じのカクテルが、例えばリキュールベースとかやるとこんなんいっぱい出てくるわけ。こう全部ね300円とかなの。だからバーデビューにもいいんではないでしょうか。これ、うん、ちょっとやっぱ青い一つ注文する青いものが好きなので。え、これにしようかな。魔性、魔性すごくない。これカラー別とかもあって、タッチングアースライズ。このさ、カラー別っていうのもさ、しかもさ、推し感じ、ね、できるよ ね。しかも見て、度数弱めとかフルーティーとか材料まで書いてあるから、よくわからないよっていう人にも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。あー、かわいい。これさ、照らした方がさ、分かりやすい。飲んでないの。うわ、色見えた？こっちのがブルー、何け？アンドブルーマルガリータ。こっちが魔性。覚えやすい。覚えやすい。あ、かわいいね。
写真も撮りたいね。あー美味しい。でだね、こう見えて赤ワイン好きなの。あの飲みやすければサングリアとか好きなの。だから赤ワインとフルーティー、めっちゃ飲みやすい。あーもう魔性の色になっちゃってる。これぞって感じ。うまい。え、ちょっと飲んでみる。え、ちょっと飲んでみる。え、甘っでしょ。でもさ、ちゃんとワインじゃない。そう、え、でもなんかさワイン薄い。ワインと同じくらいの感じ。確かに確かに、だから飲みやすいんだね。ワインのいいとこだけちょろりっていう感じ。これ何だった。なんかね、結構アルコール強い感じもしたんだけど、めっちゃしょっぱい。だって絶対めっちゃしょっぱいよね。でもそれでなんか相殺する感じ。うん、面白い。でもこれはあれだね、強いね多分。めっちゃクッて感じ。なんかショットとか飲んでさ、確かにティーラ飲んだ。そうだそうだ、レモンみたいな感じで、この塩が効いてる。すごい美味しいね、うん、浴衣とちょっと合わない。まあね、合ってるよ、ササイは。ブルーだし。ああ、まあ、カラーコーディネート。いや、レベルカラーコーディネート考えればよかった。でも、オリと同じ色だった。リンクコーデ。できてる、できてる。美味しゅうございます。飲んでみて。ハニーナッツクラッカー。来ました。うまい。めっちゃ今日初の甘みが染みる。最高。そっか、今日甘みないの。サワークリームポテト、これもリンクコーデ。まあポテトは想像通りかな。楽しみます。今日はササユ一緒に来てくれてありがとうございます。お邪魔しました。楽しかったね。うん、何でもない飲みも浴衣いい ね浴衣着たい欲が出た結果このような形になりましたけど、意外とさ、なんかそんなこれのせいでおえおえではなかった、ね、そうだね、上手に着れてたってわけ。私たちはそういうことだね。もう4時くらいからさ、今どういう状況みたいな言って、今裸とか言って何回も着てるとか言って無事よかったね。着れてよかった、うん、普通だったらさ、お祭りとかでさ、うん、そうだね。でも人混みでさ、歩きづらくもあってさ、うん、うわーってなるところが別にお祭りもなんもないから。いや、そうなんだよ。そう、あの、ね、歩きやすいし。レナね、これ押してるんです、なんでもない日に浴衣。結構あの七夕の時とか、うんうん、誰も着てない街で、川崎で、うん、一人で浴衣着たりしてたんですけど、とかがないから、うん、まあ、え、今日何あんのっていう、なんか、あ、そう、絡みは、おじさんに絡まれるみたいなのはあるけどね、うん、けどまあそれさえ我慢すれば今ね12時前なんですけど、しっかり終電ギリギリまでちょっと楽しんだんですけど、あっという間だったね。あっという間だね。最高でした。あの、まだまだ無限に野毛っていう街は、あ、また来ましょうよ。そうですね、他の人も誘ったりなんかして、うん、やっぱここら辺私たちホームじゃないですか。そうですね、桜木町館内やっぱり、うん、あの次は普段着で。そうだね、もっと気楽にね、うん、4軒5軒じゃあ今日の動画はこんなところで終わりたいと思います。見てくれた人ありがとうございます。じゃあね、あ、高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバーイ。